白と黒の軸がく揺れる小舟傷ついた眉赤い水灰色の風七つの目を持つカエル銀色に光る虹何なのよ何なのよこれうるさい黙れ私の中に入ってくるなクトリこいつはな、刀身に触れた相手の強大な力を利用する時だ。ダイヤを抜いたり死し、山のようになって金貨。燃え上がる道しるべ、星々の間を泳ぐ魚。うるさい！私は絶対に妖精とは不安定で曖昧な資料のようなもの。己の死を理解できない幼い子供の魂がこの世に迷い出たもの。あれらは生命ですらない。僕の資料術には特定の魂から妖精を生産する技がある。死を恐れぬ妖精はベネヌムを躊躇なく爆発させる理想的な量産兵器。妖精の寿命は短い。その上、戦闘でベネノムを起こしすぎると前世の記憶に侵食され人格破壊を起こす。だがそれは世界を守るためには黙殺できる犠牲だ。今日は3人ともずいぶんお寝坊だったわね。うい、うい、ほんとひどい戦いだったっすからね。だるい。しばらくはゆっくりまったりしたいっすよね、クトリ。クトリ、あ、確かにみんな全然疲れが抜けないみたいね。てわけで、しばらくは家事を免除ということで。ダメ。ごめん、私、もう一眠りしてくるね。ちびたろうそくと焦げた封筒。黙ってて。食べかけのクッキー。鋼の鳥と虹色の七色の石切り羽の生えたイブス。顔面に首を下ろすキリン。うるさい、うるさい、うるさい、黙れ。約束したのにな。私もうダメなのかな。ああ、食べたかったなバターケーキ。朝露を編んだ糸、割れる世界。お父さん、黄色いぬいぐるみ、光り輝く日の水、水中の光、拳くらいの止まりだ。金色の蝶のキス。それから、それから、それから。